どうもー、ふーじたです。からの、ふじかのやさち、からの、つかまされたらどうしよう、つかまされたらどうしよう、開ける前からつかまされることを考えるバカ、どこにいるんだー。猪木さんやないかーい。よろしくお願いします。はい、ということでね、今回も、ま、結構頻繁に開けてるんで、今回少しですけども、開けていきたいなと思うんですけど、高額なものがありますね。今日どうだろう、3万ぐらいあるのかな。だから全部で結構高いですよ、この量の割にはね。ということで、張り切って開封していきたいと思います。じゃあまずこれ、例によってね、このアンダーカバーの袋なんですけど、まあこれいっぱい持ってるんでね、ハードオフさんとかで買ったものはこのままその入ってるってことですね。あ、これじゃない。これはまあ、島村さんなんですけど、その前にですね、ですね、この、正月なんでね、これいただいたんで一応ね、お年玉っていうことですね。ハムスターさんからいただいたんです。まあ一応中は抜いてあるんでね、これがいくらだったかっていうことはもう永久の闇なんですけどね。とりあえずいつもありがとうございます。そしてこの島村さんは、これは正月に買ったわけじゃない。これはね、結構昔に買ったものが発掘されたということですね。まず来ましたというか、これ1枚しか入ってないんですけど、利根川シー転送柄ティー。まあ、利根川ティーですね。利根川っていうのはこの人なんですけど。ジータカシさんがね、利根川とか言ってましたけどね。ザワザワティーとも言うかもしれないですけどね。これですね、ざわざわしちゃってる低愛ですね、これね。この兵道の仕切る低愛ということですね。これがいくらだ、多分安かったと思う。これなんかファイルみたいなのがついて、うわすげえ安い、500円。これもね、かなり古い島村さんかな。あー、これもなかなか古いわ、はい、ソニックティー1500円が900円、エッグマンティーですかね。ロックマンパーカーでしょ、ロックマンなりきりパーカーみたいなやつでしょ。これも安いんですよね。で1500円って書いてある。何したっけ、あのパンクドランカーのこのやつとかって1万5000円とかしましたもんね。まあもちろん生地とかの素材は違うんですけど、ただこれも安いっちゃ安いですよね。まあパンクドランカーも僕愛用してますよね。あのロックマンのなりきり手がこのバッサになるみたいなやつもありました。これはなんでだろう、なんでなって、あ、安いからっていう観点かな。おそ松さんですね。これを僕はなぜ買うのかっていう疑問点はありますけどね。2900円が500円になってる。これは寝巻きとかそういう観点で買ったのかもしれないですね。その当時の僕じゃないと分かんない心境かもしれないですけど。あー、これ本来はこうなってんのか。さっきのはなんか見本みたいなやつだったのかな。かな？でもこれは安くなってる。900円。ざわざわ利根川ティー。という、まあ、この部屋から発掘された古めの島村さん。これですね、ちょっとした会合でいただいたものなんですけど、これも紹介しておきますか。こういうものを作ってると、はい、こういうものを作ってるということで、その、ちょっとした会合でいただいたものですね。そしてですよ、これが、こっからがすごいですよ。こっからすごいんだけど、まず、すごくないの言っていいですか。まずすごくないの。ブックオフさんの方でも、新年か。20パ引きやってたんですよ。本20パ引きやってたんで、こちらですね、はい。まあ、僕とお友達の三角ヘッド先生のやつを80いくらで買ったのやないかって話ですけども、はい。とあと、まあ新コボちゃんはまあまあ一応ね、上田先生のやつで持ってないやつ買ったんで、という、6冊だ、110引く20パ引きだから90円とかってことですかね。6冊で528円ということですね。そしてここからがすごい。これ多分3万近く購入してるやつなんで、ハードオフさんでこれ値引きされて2万5000円ぐらい使ってるんで、やっぱ3万ぐらいですね。3万ぐらいでこうの値段で割引が入って購入してますね。ファイナルファンタジー6と、爆笑、大爆笑か、スーファミは人生劇場ドキドキ青春編と、
これが、550円と330円の 20% 引きということですね。そしてジャンクのコーナーからこれですね、ロックマ X3 が550円と、これね結構汚いですけど、でも帯も説明書もありますね。帯これですね。はい、そして来ましたね、この前ね本体買ったソード M5 のガッタンゴトンですね。これが2750円。これもまあコナミさんのアーケードのやつだったやつがソード M5 に移植されてるということですね。これ82年とか3年のやつなんで、元々のアーケードね、なかなかなものだと思います。ドクターデンタルの箱付き、箱がちょっと傷んでるのかな。これね、あの6600円ですね。そこから 20% 引きということですね。これちゃんと説明書もついております。これもなかなかね、虫歯菌をやっつけるやつなんですけど、この虫歯なんて怖くないみたいな、あ、ここにこっちのジャケットに書いてあるか、虫歯なんて怖くないってなんてこと言うんだっていうふうに親は言いそうですけどね、というドクターデンタル。そしてこれ半端ないですよマジで、トム&ジェリーの罠、これ学研さんのやつですね。これ僕ね、あの罠の方持ってないね、風船の方もともと持ってるんで、特にこっちは欲しかったやつですね。箱は傷んでるけど箱付きで、これは4400円か、うんですね、チラシとかもついていてなかなかいいんじゃないでしょうか。1983年のナンバーですね。あー、なんか広告みたいなやつ、お、これでチラシみたいなやつですね、なんかの雑誌かなんかの、これで用意して買おうみたいなことを思ってたんですかね、で買ったってことなんですかね。これもちゃんと取ってあるってすごいですね。でこれをやってた人の名前も昭和っていうか、昭和58年7月25日だった。あー、なるほど、ね、でも女の子の名前だった、お母さんかもしれないですけどね、なこさんって、あ、みなこだったというトム&ジェリーの罠。そしてこれすごいですか、ジャリンコチエの箱付き、これはね、あのどうだろう、保証期間があるやつでしたね、これね、まあっていうか全部ショーケースに入ってたんですけど、これは切なしね、これはそもそも箱付き自体が珍しいんで。そして来ましたね、とんでもないナンバー来ましたね、西部警察また来ましたね。前だってあの8000か9000で買ったんですけど、これね、6600円の 20% 引きプラス 30% 還元、超お得じゃないですかこれまで。これ説明書も多分ついてたと思うんで、ジャリンコは知恵以外は全部ついてた、こうなんかちょっと割れてるんですけど発泡スチロール、説明書はついてるよってことですね。これも検品が57年11月22日にされてますね。これ超お得ですよねマジで。そしてこれもすごいですねマジで、マンホールの箱付き、まあ箱は傷んでますが、これが6600円、これも超お得じゃないですか。6600円って見るとね普通かもしれないですけど、その 20% 引きだなんだって言ったらったらすげえ得ですよね、というマンホールの箱、一応箱節付きですね。あのですね、でですね、これ一応、全部動作するみたいなこと書いてあったんですけど、このトム&ジェリーみたいなやつこれだけ動作しませんって書いてあったんですよ。なんでちょっとこれ動作見てみますか、はい、ということでね、このボタン電池を強く押すとこう動作する可能性はすごい高いんでね、綺麗な状態で動作しませんみたいなやつはある程度の値段出しても買っといた方がいいと思いますね。全然問題ないんだこれ。西部警察はこうちゃんと力を入れなくても大丈夫ですよね。こう押しとくのがきつかったらなんか紙かなんか挟めば大丈夫ですね。これとりあえずちゃんとできてます、音も大丈夫、ちょっと見えてないんでね、どう言ってるかなんですけど、これも1982年のナンバーですね。それでは次箱いきますか、箱系。これはでも年末とかに購入したやつですよね。買取ヒーローズさんっていうとこですね、石川県の、はい、5980円で買ったコアグラですね、あ、そうそう、これなんか動作確認してるんですかみたいなのを言ってるんで、動作確認ちょっと見てみますか。これあ、ギー来た、
ちょっとダメ。これは AV ケーブルはこのお店さんでじゃないんで、うちにとりあえずあったやつなんで、これはまあ問題ないですよ。ゲームが起動すれば問題ない。おお、行った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 。今日なかなか安定しない。じゃあということで、動作しました。買取ヒーローズさんから購入した PC エンジンコアグラフィックス1のみでしたね。富士富士、この本体がもう超幻と言われてるやつですね。これ半端ないですよ。多分見たことある人いないんじゃないかな。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。富士富士富士。